とても涼しいと言えるまでではないですね、もうすでに。これは持久力は。ましたね、大五郎昨日缶に入れて15時間ぐらい経ってますけど、発泡スチロールの箱に入れて缶の下の部分ですね、中じゃないですね、温度計を設置して10分弱経ちましたが、マイナスです、マイナス 15.5 ですよ大五郎。これ結構使えるかもしれない。こんな感じで中蓋入れてます。あんまり意味はないけど、これ1個で、大五郎1個だけでファンを回してみましょう。あっという間に温度が上がる状況です。31度の外気が入りまして、あ、大五郎 3.5 だいぶ上がりました。そして 27.5 で 3.5 度ほど下がってる感じですか。どうなんでしょうか、大五郎。お疲れ様です、鉄箱マスターでございます。またスポットクーラーテスト、これは何回目でしょうか。3回目ですか。とりあえず今ガソリンを入れに来ました。レギュラー153円でございました。もう日が暮れてますので、この時期は選択肢の中には入ってないんですが、ここから近くの割と街中にある、街中ではね、街道沿いにある国道1号線沿いの道の駅でテストをしたいと思います。どうでしょうか。もう暑いですよ、確実に。行きましょう。あ、看板には154って書いてあります。実際は153円でございました。相変わらず入店待ちの渋滞が起きています。もうすっかり日が暮れましたが、まあ、基本的に夏場はこんな感じが多くなりますね。日没後じゃないとやっぱりしんどい、相当涼しいところでない限りは。あ、それと氷を買いに行ったんですけど、やっぱりクラッシュアイスはないですね。どこにでもあるロックアイスだけを買ってきました。ドンキーに行けばあるのかなと思いきやありませんでした。なので前回のような温度低下の結果が出るかというと、ちょっと不安が残っております。まあしょうがないです。まあ残念なお知らせが一つあります。かなり燃費が悪化しております。もうエアコンを使うともう途端に燃費悪くなりますね。 12.1 でした。12キロ台に入っちゃいましたよ。今までだいたいもう悪くても15キロぐらいは走ってたんです。こんなに悪くなるエアコン、長距離あんまり今回あんまり走ってないせいもある。今回100キロ以上走ってるっていうことがないから、そのせいかもしれませんが、今日はどうなんでしょうかね。行くのかな、この暑い中。あ、車の中は今エアコン効いてるんで大丈夫なんですけど、外はまだちょっと出るとふわっとする感じがしますね。すでに熱帯夜に近い感じだと思いますよ。午前0時の時点で27、8度はあるんじゃないでしょうか。久々、しばらく来てないね、道の駅富士川ですね。まあ来ることは来るんですけど、最近あんまり来てなかった。どうでしょう。もう暑いんで、そんなに車中泊される方はいないかと思いますが、やっぱり少なめですね。到着しました。ちょっとミニストップ見てこようかな。クラッシュアイスあったりしてね。はい。まだファンは回しておりませんが、車内は 30.8、 湿度が 45%、 ただいまの時刻20時15分でございます。 30.2 度、ここですね、吸入口。第1室ネオアイスと氷を一緒にケースに入れて約3リットル分保冷剤として入ってますが、この部屋がマイナス 0.1、 今日の3時ぐらいに入れたので5時間、約5時間経過してますが、気体より高いですね。 0.1 マイナス00度。もうちょっと低くなってる気がするっていうか、気体をしたんですけど、
思ったほど下がってませんね。なんでこんな低いんですか。あ、出てるのかな、冷気が少し。こちらは大五郎、大五郎のみです。あとは塩化カルシウム、六水和物入れてきたので、それはそんなに冷たくはないので、こちらはほぼ大五郎のみの冷却能力ということですね。じゃあ作りましょうか、薬物を。薬物、ちょっとファンの音がうるさいかもしれないですけど、とてもじゃないけど止めたらいらんないんでご勘弁ください。ケースにちょっと入れてきました。今回はこれ2つ分作ろうかなと思っておりますが、氷がですね、クラッシュアイスがないんで、ロックアイスなんですけど、最初に入れましょうか。はい、これ 100g ずつ分けてきました。ちょっとどれぐらい使うのかわかんないんで、はい。あ、結局ね、再生した方の塩化カルシウム六水和物、火にかけて水分飛ばしてやってみたんですけど、ちょっと飛ばしすぎて、カッチカチ、カッチカチのやつができちゃった。多分また調整しなきゃいけないんで、今回はこれ新しいものなので使い古しではありません。やりにくい。とりあえず一回混ぜましょう。はい、ついたところをちょっと足す感じで、かなり冷たくなって、温度を測ってませんが、なるべく入れたいと思います。よいしょ。もう一つ作ります。あれ、なんかどこやってんの、あれ、なんで、あれ、もう一個あったらって思うんで、どこ行ったんだろう。あれ、なんで一個どっか消えた、なんか一個消えたんですけど、そんなことある。三つ持ってきたのになんで二つしかないの。一個どこ行ったの、マジで。あれ、どこ行ったんだろう。なんで、神隠しに会いました。六水和物が1個消えました。え、どこ行ったの、何、どこ行ったの、マジでないんですけど。 1.5 入ったかな、 1.5 は行ってないかな。おそらく 1.5 キロぐらいは入ったんじゃないでしょうか。それにしても行方不明です。なんか変なとこから出てこられても困るんですけど。セット完了しました。塩化ナトリウムじゃなくて塩化カルシウム六水和物、これはケースの中に入れました。-11.9、 前回よりも下がりませんね。やっぱり分量が少ないというか、もう一個あったんですけど、どこ行ったんでしょうか。こちらが吸入口31度、まだファンは回してません。ネオアイスと水を入れて凍らしたものが3リッター入ってますが、こちらが 1.1 度、ファンが回り始めました。吸入口31.1、ネオアイスと水を凍らした3リットル、 6水和物 10.8、 引き出し口が 15.3。 どうですかね、大五郎、大五郎活躍してくれそうですかね。ここに大五郎が1リッターだけ入ってます。どんどん上がってますね。六水和物の部屋で9度前後下がってますので、全体で14度ぐらい下がってますか。今はまだ全然涼しいです。それでは実際の車中泊スタイルで実験を続けたいと思います。はい、はい、ただいま21時43分、約1時間経過いたしました。吸入口が 30.1 度、ネオアイスと氷の保冷剤の部屋が 29.1 度、1度しか下がってませんね。六水和物 8.4 度まで上昇してます。引き出し口が 21.1 度なので、そうですね、約9度ほど下がっております。うん、なんとなく、まあ当たってれば涼しいです。ネオアイスがそれほど頑張ってないですね。5時間、ここもうちょっと頑張ってほしいですね。うん、トータルではまあ約10度までは、9度かな、9度ぐらい下がってるんで、この風に当たってさえいれば若干涼しいという感じですね。ネオアイスもうちょっと頑張ってほしいな。
温度計の位置を変えたせいもあるかもしれないですね。この連結部分のところに前回は置いてたんですけど、隣の部屋と近いんで影響を受けちゃうのかなと思って、で丸いパイプのところから外して設置したんですけど、それにしてもこの部屋もうちょっと行ってもらわないと困るな。六水和物と大五郎の部屋の方が頑張ってますよね、こう見ると。はい、もうちょっと実験は続けます。お疲れ様です。ちょっと寝ちゃってましたが、車内は 30.2 度、湿度が 62%。 0時44分4時間ほど経ちました。吸入口が 28.5、 ネオアイスと水を凍らせた3リットルの保冷剤の部屋はもう何も仕事をしておりません。28.5、 六水和物 21.3 度、吹き出し口が 25.8 なので3度ぐらい。もう微妙ですね。ネオアイス仕事してないですね今も。ちょっとまだ頭が回ってないので朝にしましょう。おはようございます。ゲッパコマスターでございます。きつかった。スポットクーラー使ったんですけど、昨日は気温が26度までしか下がらず、まあ気温というよりも湿度が高くて、常時車内は 60% 以上湿度がある状況だったんで、スポットクーラー焼け石に水という感じでございました。ちょっとコンプライアンス的に問題があるので、最後は結局上半身裸で扇風機に当たり続けるっていう、汚いおじさんの絵になっちゃうんで。いや、きつかった。あんまり寝れてないですね。これ前回より効いてない気がしますね。途中で寝ちゃったんですけど、一回暑くて起きましたね。夜中に1時半ぐらいに起きたと思うんですよね。ちょっとはっきり覚えてないんですけど、現在6時30分、ここは道の駅富士川におります。岡崎市ですね、愛知県の国道1号線の横っていうところなんで。そしてここは小型車のスペースなんです。すぐ後ろに大型車のスペースがあるんで、一晩中トラックがアイドリングしてるんで、何回かアイドリングでエアコンを使わせていただきましたよ。じゃないともうとんでもなくなんかきつくて、はい、2、3回やりましたね。20分から30分ぐらいは、まあ、すぐ後ろにトラックがいるんでアイドリングしてる。マフラーをいじったような車はダメですけど、普通の車ならアイドリングしてもそんなに目立つ感じではないし、そもそもがそんなに静かじゃないんで、何回か使わせてもらいました。いやー、きつかった。今回のスポットクーラーは本当になんだろう、最初だけですね。最初の1時間ぐらいはなんとかなったんですけど、全然効かなかったですね。ネオアイスどうなんでしょうか。そしてお母さん、僕の六水和物どこに行ったんでしょうね。未だに発見できておりません。六水和物のビニール袋を1個どこかに行っちゃいました。結構探したんですけど全くわからないです。ということで今日はもう涼しいところに行かせてもらいます。はい、すいません、もう逃げます。はい、暑さから逃げて標高 1000m 超えの山頂に来ております。雨です。寒いです。外気温23度。うわ、雨が厳しい雨が降ってきております。寒いです。どうしましょう。
はい、ここはスキー場、茶臼山のスキー場の駐車場ですね、多分。さっきあまりにも眠かったんで、道端で爆睡してました。これ収まるんですか、この雨。ちょっと様子見て移動します。はい、お疲れ様でございます。ケッパコマスターです。新しい薬物